組むのがおめえなら俺も思いっきり暴れられる。うわ、この力にこんな使い方があるなんて、これは大発見だ。ねえ君、ちょっと僕の実験に協力してくれないかな。方法は簡単だよ。僕が発明したこの装置をつけて何度か戦ってくれるだけでいいんだ。いいかな。もちろんいいよね。はい、じゃあこの装置を体に取り付けてっと。ああそうそう、言い忘れてたんだけど、この装置は持ち主の体力と引き換えに強力なエネルギーを生み出す仕組みになってるんだ。だから残りの体力には気をつけてね。すごいすごい、体力がどんどんエネルギーに変換されてるよ。お、実験するのにちょうどいい人発見。変換したエネルギーが大丈夫、今の君なら簡単に勝てるはずだよ。なんだこの、こいつの気分思った通りの強さだ。君には興味が尽きないよ。やるじゃん。想像以上の効果だよ。それこそ君が強い。どこにこんな力を隠していた？こいつ、ただのじゃない。どうやら君のエネルギーに反応して、いろんな人が集まってくるみたいだね。実験相手の方からやってきてくれるなんて好都合だよ。まだ実験は終わらないよ。頑張って。俺が相手するまでもなく。
素晴らしい。実験は大成功だ。こんな強力なエネルギー生まれて初めてだよ。はあ、こんなのもうじっとしていられないよ。せっかくだ、僕自身でも試さなきゃね。ベジータ、ちょっと休んでるよ。俺がやる。ここたまるか。のこともっともっと知りたいな。次に実験するときにもぜひまた協力してね。
べえ、おめえほんとにすげえな。楽しい特別授業の始まりじゃ。くれぐれもしっかり参加するんじゃぞ。ようこそ